はい、本日はですね、今年の6月にオープンしたホテルアンドルームスに行ってみたいと思います。できたばっかり。こっちが駐車場。ああ、山水那覇みたいなね。なんか吹き抜けや。でもなんか雰囲気いいね。ああ、吹き抜けや。角部屋でーす。おーい。なんだろう、すごい新築の匂いかな、これ。なんか珍しい匂いがする。これがダブルですね。あずき色。なんか珍しい不安の色ですね。これ寄生蒸気と、ここ電気のつく。ああ、でもなんか全部表に出てすぐ取りやすいんだね。あ、アイスペールがないんだ。ここに3人寝れるか。一応外のビューは、ああ、シティビュー。はい。風呂は普通です。ドライヤーも最近これ多いね。あ、でもなんかシンプルだね。アメニティは1階で全部取って、こっちには全く置いてないらしいです。一応こちらパジャマとバスタオルね、はい、あります。ここね、消臭剤もあります。はい、チェックインしました。朝食はですね、6時半から10時半からストアダーで11時まで入れるみたいですね。で、ルーフトッププールとサウナは別途1500円ですね。プランに入ってるものもあるみたいですね。で、こちらはあの別途ね、カードキーがあるみたいです。男女別のですね。それと個室サウナもね、4000円であるみたいですね。あとはナイトウェイとスリッパーが客室にあるので、これでね、プールの方まで行けるっぽいですね。駐車場料金は1500円かかるみたいです。ちなみに朝食券はこんな感じでね、紙になってるみたいです。あ、ここが着替え室です。ここは女子の着替え室だ。ここは関係ない。サウナルームに、あ、違う、これあれだよ、個室のサウナ。あ、これが個室のサウナか。あ、なるほど。プール&サウナ。うわ、うまい、すぐプール。あ、すぐ、すぐプール。うわ、ドリンクバー無料か。沖縄オロポなんかあるね。これはね、有料ですね。あー、すごい。ここにジャグジーもあるんだ。うん、ジャグジーだ。ドアジールが見える。そうだ、ジャグジーじゃないの、水風呂だ。ジャグジーじゃありません。おはようございます。
かわりがやっぱり日本食ですね。ホテルアンドルームス那覇ポート行ってきました。今回はあのスーペリアダブルの部屋、一泊朝食付きで、2人で8400円でしたね。8400円にあと屋上のプールですね、プールがあって、1人1500円、サウナもついてで2人で3000円になるんで11400円かかりました。なので、まあ1人当たり5700円ですね。なのでかなりねあのリーズナブルな価格ですね。で今年の6月にできたばっかで結構ねセルフなことが多いというか、まあ、そうやってあのホテル代をねこう安くね出してんじゃないかなみたいな感じで、まあ、非常にあの綺麗でね良かったです。サウナがめちゃくちゃ広いんですよ。なのでねコストを割いてね行きたい人はいいんじゃないかなと思いますんで、ね、ぜひこちらのアンドルームス那覇ポート行ってみていただければなと思います。近隣情報としては旭橋の駅歩いてだいたい10分ぐらいです。でこういう居酒屋とかパチンコ屋が周りにあるのと、あとジャッキーステーキっていう有名なねステーキ屋さんがあるのでぜひ行ってみていただければなと思います。